イギリスの政治、イギリスの政治、英語、Politics of the United Kingdom は、単一国家と、立憲君主制を基本としている。銀内閣制のモデルとされる、ウェストミンスターシステムとも呼ばれるこの統治形態は、カナダ、インド、オーストラリア、ニュージーランド、シンガポール、ジャマイカ、などでも取り入れられている。憲法は一つの重乗りにはなっておらず、制定法と、判例法及び、 監修法など様々な要素を合わせて憲法とみなされている。イギリスの憲法を構成する監修法、憲法的修律の一つ、国王は君臨すれども統治せず、ザ・キング・レインズ・バット・ダス・ノット・ガバンの原則により、国王は実質的な政治権力を保持していない。名目上イギリスの三権、立法権、行政権、 司法権の源とされるのはイギリス国王であるが、実際には議会、立法権、内閣、行政権、裁判所、司法権が、それぞれの統治権力を分け合っている現在の国王はエリザベス二世である。本来は、庶民院、貴族院の議員かどうかにかかわらず、イギリス国民であれば、誰でも首相に選べることになっていたが、近代は、慣習法、 憲法的修律に従い庶民院の第一党の党首を首相に任命する。さらに国王は議会が可決した法案を採下、承認する。これも名目上は国王は採下しない権限を持っている。しかし、監修法、憲法的修律により採下を拒否することはなく、儀礼的に採下する。拒否権の行使は1708年の安女王による、 スコットランド民兵法の最下拒否が最後である。首相、内閣は、議員内閣制に基づき議会、庶民院の解散を行える。名目上、国王の個人的指示によっても解散して良いことになっていたが、憲法を構成する、監修法、憲法修立により現在は身に移さない。その他の権能は、国王体験と呼ばれ、他の大臣の任命や、宣戦布告などがあるが、 これらの権能も憲法を構成する監修法、憲法的修律により首相及び内閣により行使される。今日では国王は本質的には監修と民意により権力の行使を制限され儀式的な役割を果たすに止まる。ウォルター・バジョットによれば首相の相談を受ける権利、首相に助言する権利、首相に警告する権利の3つの基本的な権利のみ、 行使するるとされるこれは、首相が毎週国王に非公開の面会をし、日本でいう内装、アドバイスなどを受けるときのことを指す。国王の在位期間が長くなるほど、経験や知識も積み重ねられ、面会による首相へのアドバイスの重要度は増す。これらの制限から、イギリス国王は君臨すれども統治せずという原則に忠実に従っていると言える。 以上のように実質的には、イギリスの政治の長は首相であり、議員内閣制に基づき、首相は、下院、庶民院における多数派政党の党首で、下院、庶民院議員である。1724年に即位したジョージ1世の時に、初めて首相が設置された。初代首相は、ロバート・ウォルポールで、1721年に、ホイッ党の代表者として就任した。 ジョージ一世がドイツ出身であり、英語を返さなかったため、代理として政治を行う人物として設置された。このように、日本、単一国家、立憲君主制やドイツ、連邦国家、共和制など多くの国で採用されている議員内閣制はイギリスで誕生したものである。さらに、複数政党制による、政党制や任意制の議会など、世界中の国家で、 当たり前のように採用されている制度もイギリスで誕生したものである。公式にはイギリスの主権者は議会における国王とされている。イギリスにおいてガバメントという言葉は政府だけでなく与党も意味するため政府と与党は区別されていないことを注意する必要がある。行政の最高権限は現在でも数密院が握っているとされるが形式のみである。 実際には、議員内閣制により、政治が行われる。イギリス政府が執行権を持つ。首相の任命は、総選挙の後や前首相の辞任の際に、国王によって行われる。この時国王は、首相は、庶民委員の議員でなくてはならない。庶民委員の指示を受けて組閣するのに最も適していると思われる人物を選ばなくてはならないという、厳格な慣習に従う。 とはいえ実際には議会の信任を得られる人物でなければ首相の任務を遂行できないため選ばれる人物は庶民委員で絶対多数を占める政党の党首に事実上限定される任命された首相は内閣を組閣し様々な政府組織の長となる大臣を選任する大臣は日本の副大臣に当たるような下級の大臣も含むため100人を超え 上級大臣の20人ほどが内閣を構成する。これらを閣内大臣と呼び、閣議に出席しない大臣を閣外大臣と呼ぶ。内閣には、首相と各省を専管する大臣及び、大法官、ランカスター公領大臣、数密院議長、王自証書、財務省主席国務大臣及び若干の無人書、大臣、閣外大臣によって構成される。このうち、 ランカスター公領大臣は、匿名の政策事項を、王子証書と数密院議長は、議会の上下両院の院内総務の事務を取り行う。解散権については、国王が首相の要請に応じて行使する。解散できるのは、庶民員のみで、首相はいつでも解散を要請できる。政府に関する議会制度上の事柄としては、内閣は、議会の信任によって成立し、 議会に対し責任を負うということがある。政府に対する不信任決議が成立した場合は、内閣は、総辞職するか、議会を解散して、総選挙を行わなければならない。実際には大政党の議員は、党の方針に従い投票するように指示する、ホイップ、院内幹事によって厳しく統制されており、与党が大きく、過半数を超えて多数派を占めているのであれば、 大抵の立法上の投票では敗北を喫することはない。最後に政府提出法案が庶民院で否決されたのは1986年の営業時間法案であり、このようなことは20世紀中に3回しかなかった。与野党の議席数の差がわずかな場合や連立与党の場合は政府はずっと弱く病気の議員を車椅子で連れてきて投票させるような 極端な手段を取る場合もある。逆に1983年の保守党、サッチャー政権や1997年の労働党、ブレア政権のような場合は、選挙で圧勝し、大きく過半数を超えており、政党内での反対があっても問題なく、事実上すべての投票に勝利できるため、改革や新制度のための立法を、急進的に進めることが可能になる。 一方、メイジャーのようにわずかに多数を取っているだけの場合は、政府提出法案も、比較的わずかな、平議員が増反して、反対票を入れるだけで簡単に否決される。このような場合に、賛否の分かれる法律を成立させることは、極めて難しいと分かれば、党内で派閥との取引や、他の政党との協力を模索するなどの策を取る、必要が出てくる。イギリスの議会は、 王国の立法機関である。議会を構成するのは国王、上院、貴族院、下院、庶民院である。王国の四つの地域であるイングランド、ウェールズ、北、アイルランド、スコットランドはいずれも議会に代表を持つ。しかしながら、1972年3月30日に閉鎖されるまで北アイルランドはストーモント議会を要していた。 その後も1982年から1986年までは限定された議会を運営していた。ウェールズとスコットランドにも1979年に独自の議会を立ち上げる動きもあったが設立に至らなかった。しかし、1997年にウェールズに翌年スコットランド、北アイランドにおいて議会が設立されるに至った。議会の召集と解散は国王が行う。 首相以下内閣の決定に基づく。しかしながら国王の権威は形式的なものである。議事運営は議長、与党院内総務、野党院内総務の3者の協議により運営されている。約650人の普通選挙、直接選挙によって選ばれた議員からなる。選挙権は18歳以上の国民と国内に住むアイルランド人の男女。 非選挙権は21歳以上の国民の男女にある。議員定数は、イングランド524人、ウェールズ38人、北アイルランド17人、スコットランド72人である。これら4地域は、人口が均等に近くなるように、協会委員会が定めた選挙区に分割され、それぞれの選挙区を代表する議員を一人ずつ選出する。つまりイギリスは、小選挙区制である。 小選挙区制のみによる選挙のため政権交代が起きやすく二大政党化が進みやすい。庶民院では過半数を一つの党が確保することがほとんどである。1911年に制定された議会法、イギリスの憲法の一つによって監修となっていた庶民院の優越が法律に明記された。庶民院は貴族院に比べ大きな権限を有している。庶民院は たとえ貴族院の反対する法案でも時間をかければ最終的に成立させることができる。庶民院は首相を決め政府内閣を監視する場でもある。庶民院は首相を指名し儀礼的にそれを承認するのは国王だが、庶民院は国王演説、政府の施政方針を国王が朗読するの後の採決。 内閣不信任決議案の審議などで首相を信任するかどうかを決定する。不信任とされた場合、首相は辞任するか庶民員を解散しなければならず、首相は過半数を占める政党の党首であることが要求れる。この例外は選挙の結果過半数を超える政党がなかった場合と、戦時下などで挙国一致内閣を作る場合に限られる。近年では、 首相と野党党首が庶民議員でなかったことはない。貴族院議員が首相に任命されたのは1902年、第3代ソウルズベリー公のロバートガスコインイコール、セシルが最後で、1963年に、第14代ヒューム伯爵アレック・ダグラスイコールヒュームは、首相就任に際して、ヒューム伯の爵位を自分一代に限り返上した。 その後1974年には一代貴族、ヘーゼルのヒューム男爵に除されて、キーン議員に復帰。なお着難デイビッド・ナグラスイコール・ヒュームが、第15代、ヒューム伯爵となっている。議会が解散される場合を除き、議員の任期は5年である。貴族院はかつては世襲の貴族の議員であった。大規模な改革が部分的に完了し、現在は、イングランド国教会の行為の聖職者、 世襲貴族の議員、任命された議員、一大貴族と呼ばれ、その子孫が議員の地位を受け継ぐ権利は与えられないの、三種の議員が混合した議会となっている。現在の貴族院は、庶民院の立法の審査を行っている。そのための手段は、修正案提出権と法案を拒否した名げする権利、可決しなかった。 法案の成立を十二ヶ月先の場しにすることができるである。しかしながら、拒否権の行使は、監修と議会法により制限され、貴族員は、金銭法案、税金の支出を伴う法案や公約に掲げたものは拒否できないとされている。しつこく拒否を続ければ、議会法の規定に基づき庶民員がそれを覆すことになる。しかし、成立の遅れや、 貴族院との対立が悪印象になるのを避けるために、与党、庶民員の多数派が修正案に同意することがしばしばある。貴族院は、常任上訴貴族、通称、法律貴族、または、法官貴族と呼ばれる一部の議員だけが参加するものではあるが、2009年9月末まで、イギリス国内の最高裁判所としての役割も持っていた。 しかしながら、コンスティチューショナル・リフォームアクト2005-2005年の憲法改正でその役割を連合王国最高裁判所、シュプリーム・コート・オブ・ザ・ユナイテッド・キングダムに移管することになり、2009年10月1日付で最高裁判所が正式に設置。600年間の伝統に幕を下ろした。行政機関は政府の大臣の業務の執行を補佐する。 政治的に中立な組織である。憲法が定めるその役割は、どの政党が政権の座にいるかに関わらず、その日の政府、与党を補佐することである。行政機関の中心はいくつかの省、リパートマンツ・オブ・ステートとして組織されている。それぞれの省は、上級大臣により政治的に指揮され、下級大臣による小さなチームにサポートされる。 大抵の場合上級大臣は国務大臣と呼ばれ内閣のメンバーである。省の管理業務は多くの省で事務次官、パーマネントセクレタリーと呼ばれる公務員のトップにより指揮される。公務員の大半は実際には分離された運営組織で省の指揮を受ける各種の機関、エグゼクティブエージェンシーで活動する。ダウニング街10番地とは首相官邸の所在地である。 日本の霞が関と同様にホワイトホールは行政機関の中心を意味する言葉としてしばしば使われる。これはほとんどの政府機関がかつてのホワイトホール宮殿の付近に本部を置いているからある。一般的な訳し方が明確に定まっていないものもあるので注意されたい。省庁は五つ星省庁と各外省に相当する役職の者が所轄する省庁がある。 五つ星省庁とは、各内省が所轄する省である。なお、スコットランド省とウェールズ省は、司法省の外局であるが、各内省が置かれているので、五つ星省庁である。つまり、この二省はかつて、日本に存在した、大臣庁に相当する。法務長官府とは、法務長官、ハーマジェ、エスアトニーゼネラルフォー、イングランドウェールズが所轄する省である。 イギリスは異なる役割と責務を持つ様々なタイプの地方自治体に分割される。農村部と都市部の一部ではさらにパリッシュ、行政教区に細分される。地方自治体は教育、公共交通、公共施設の運営の管理といった事項に責任を負う。地方自治体はしばしばコミュニティポリティクスに参画している。パリッシュは地方議会も設けており、 市議会や町議会として知られているものもある。これらの地方議会は選挙で選ばれた地方議会議員か、ごく小さいパリッシュでは直接民主制によって構成されいる。イギリスの地方政府は、旧来の二層制のものと新たな一層制の二つの制度が一般的である。旧来の複雑な二層制は、軍議会、ディストリクトカウンシルと、衆議会、 カウンティ・カウンシルによって構成される。軍議会は、ゴミの収集、建築許可の承認、公営住宅の責任を負う。衆議会は、教育、社会事業、公共交通などの責任を負う。単一自治体、ユニタリー・オーソリティは、スコットランド・ウェールズ。 北アイルランドの全域とイングランドの一部に設けられた一層性の地方自治体であり、軍議会と衆議会の機能を統一したものである。大ロンドンでは、ロンドン特別区、ロンドンボローの議会と、公選の市長を長とする大ロンドン長による独特の二層性が存在している。単一自治体はしばしば隣接の地方議会と共同の公安当局を設けている。例えば、 ルートンとウェットフォードシャー、ハートフォードシャーとミルトン・キーンズは、それぞれ共同で事業運営をしている。会員に相当する、庶民委員は、定数650、2010年で、任期は5年である。任期の途中で議会が解散されることもある。庶民委員の選挙制度は単純小選挙区制で、人口の分布ごとに選挙区が割り当てられる。 1>, 1選挙区あたりの人口は約9万人ほどである。大政党に議席が集中しやすい制度のため、保守党と労働党の二大政党が議席の大半を占めている。ただし、近年は第三政党である自由民主党が新調しており、選挙制度を見直す声も高まっていた。単純小選挙区制は指標も生み出しやすい制度であり、 小政党の意見が組み取られにくいという欠点もある。しかし、2011年5月5日に行われた、優先順位付け連期投票の是非を求める、国民投票は否決された。一方、上院に相当する、貴族院は、定数は特に定められておらず、その都度議席数は変動している。任期も定められておらず、選挙も行われない、任命制である。 庶民委員においては保守党、労働党、自由民主党の3つの大政党が存在している。この3党は保守党が北、アイルランドで立候補を手控えている以外は、イギリス全土で政治活動を行っている。ただし、庶民委員は単純小選挙区制なために労働、保守の2大政党に議席が集中し、第二次世界大戦終結後は、この2大政党からしか首相は出ていない。 こうしたことから、イギリスは二大政党制とされている。イギリスの政党も参照。英国議会、庶民委員以外にも、欧州議会、スコットランド議会、ウェールズ議会の議員の多くが三党のうちのいずれかに所属している。下に示す、議席数は2015年5月7日に行われた、英国会員総選挙のものである。色は、各党のシンボルカラー。このに、 庶民院に議席を有している政党を示す。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。